時折ナンワバナナ苗でもトウナンワとドワーフナンワの草丈はどれぐらい違うのですかというような質問、疑問を持たれる方がおられるんですが、まあそういうことはですね、自分でどちらも栽培して自分の土地柄でどれぐらい違うのかを比較するのが一番早いわけですね。他の土地柄でどうこうと言われても自分の栽培地域ではどうなのかということが問題なのでしょうから、まあ一番いいのはやっぱりご自分で確認されることなんですね。それでそういう問題をクリアするためにここにですね、大体ですが花茎の太さが似たような感じで地中水芽、まあこれは掘り上げって言いますので地中水芽、地中にあった水芽ですね。こちらはトウナンワなんですが、とドワフナンワでも地中水芽が生成されているのが確認できるものを2本並べて撮影しているんですが、成長再開の巻き葉、それからこちらはトール系で巻き葉が展開しつつあるところで、だいたいスタート点としては、比較のスタート点としては同じような条件を持っているトウナンワとドワフナンワの苗なんです。まあこれをセットで出品しますから、トール系ではどれぐらいになるのか、ナンワ系ではどれぐらいになるのか、本年中にでもですね、だいたい比較して分かるようになると思うんです。家の畑にも、これはですね、トール系、これはドワーフなんですが、ちょうどどちらも巻き葉を出してきているところですよね。成長再開を始めているところなんです。で、トール系の方は、やはり背が高いですし、ドワーフ系はそれよりも背丈が低いですよね。ですから年内にはですね、まあこれから半年ぐらいの成長で、年内にはまあ現状ではこれらは巻き葉が出てきたところですので、大きな違いをまだ確認できない状況なんですが、あと半年も露地で成長すれば、トール系とドワーフ系ではやっぱり草丈がだいぶ違うんだなっていうのが、あと半年もすればわかると思うんですね。まあそういうことを理解するためにですね、こちらの左側トウナンワと右側ドワフナンワの2本の苗を用いてご自分で栽培確認されるのがベストだろうと思いますね。何でも自分で確認しないとわからないことですからね。